はい、ということでアニプレックス限定の晴れ着セイバーを紹介しました。前回の FGO フィギュアに比べると最新の竹内さんへそのまんまだなって感じで、こうやって比べてみるとアイプリなんかも全然違いますね。こっちの方が個人的に好みです。セイバーの特徴のアホリエも今回はしっかりグラデーションがかかってて、引きで見ても目立ってますし、着物にエクスカリバー武装っていうのがなかなか斬新ではありますが、エクスカリバーも発動状態のようなクリアパーツになってて、着物と面白い組み合わせですし、ちょっと前髪のボリュームの関係で目の周りに影が出やすくて、これが少し気になるかなって感じですが、前はそういうことがありませんでしたからね。実際ちゃんと光を当ててディスプレイすればサンプル画像のようにこんな感じで顔がくっきりはっきりしますから、下からライトとかを当てるとすごく綺麗に飾ることができますね。影があるとないとで全然違いますもんね。というか僕の持ってるセイバーフィギュアの中でも今回のやつ一番気に入ったかもしれない。髪の跳ね具合とか後ろの着物のデザインとか色とかもほんと絶妙な感じでまとめてありますよね。これは素晴らしい。アニプレックスの受注生産限定アイテムなので今手に入れようと思うとちょっと難しいですけど、定価が 13,000円ですから値段相応の素晴らしい出来でした。以上、アニプレックス限定フェイトステイナイト晴れ着セイバーの紹介でした。